はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では続きをやっていきたいと思います。まあ、今マックステーションの前にいますけれども、多分一回戻って最初の中継地点から行った方が多分早いと思うんですよね。なんで、ウィンドキューブの中継地点2か、いや1の方が良さそうな気もするけど、中継地点1から行きましょう。マップに印はついてんのかな、ついてない。そのまま行きましょう。サクサクサクっと行きたいけど、敵が出てきた。しかもバックアタックか。まずはこのゴブニュとかいうやつから排除して、あとはゴリ押し。クソ、ゾゴックのくせに強い。ここがつながったんで、こっから行った方が早いと思うんですよね。これはゴリ押すか。おお、なんかひるんだな。あ、しまった、アイテムを預けてない。まあいいや。メガライフキットちょっと使うか、2つくらい。そう、ここに来て、またゴブに、しかも3体。こいつは SP を使わないといけないのがちょっと厄介ですよね。そして倒せないし。OK。 F91 がちょっと減ってる。よし、他のエリアに行けますね、ここから。市街地来た。これ何の扇風機なの？風力発電用？ん？コスモバビロニアの旗だ。俺たちのフートに妙な旗を立てやがって許さん。あれ、ここ行ける？お、行けますね。扉だらけだ。防衛用の扉なのかな。こんな道に扉があったら邪魔だろう。キュルキュル点が出てきた。ゴリ押すか。おお、ひるんだ。キュルキュル点早速手に入れた。お、やった。中継地点ちょっと一旦帰ります。あのアイテムとか預けたいんで、アイテムラボで、そうか、預けましょう。もうこの素材が邪魔、いっぱいあんな。で、そのまますぐ戻りましょう。ウィンドキューブの中継地点3か。ここはもう、ここから先は二手に分かれるぞ。 F91、 お前たちは左、俺たちは右だ。了解、何かあったらお互い連絡を取り合おう。分かった。やっぱいけないか。こちらは別動隊の担当だ。我々は左のルートを行こう。はーい。ここは多分いけないからほっといて、要塞みたいな感じになってるな。いけない。一方通行の扉とかありますからね。またこのメンバーか。動いてー。
広場だ。ここは？お、ビギナギナ、ヒーローか？ヒーローども、これ以上は倒産。君はビギナギナ？ん？ F91、 お前たち知り合いなのか？君も取り込まれていたなんて。あなたこそあの異変で死んだと思っていたわ。それにしたって、なんで君はクロスボーンバンガードなんかに。開いたー、キャン。敵を目の前にして何をしているんです。相手はクロスボーンバンガードでしょ。ギーナギナ様、お怪我は？平気です。この程度で聞いていては兵を率いることなどできません。お前たちヒーローを仕留めます。どうしてさ、もう遅いのよ。あれ、倒すの？和解はしないの？ちょっとボス系かツインドライブかけよう。こいつはまあ最初のバイオセンサーで、ウルトラマンちょっと最初にカプル使うのもったいないんだけどな。一旦使っちゃうから変えようかな。ライダーに変えよう。ウォーターハリケーン、おーっと強い強い、まずい。ビームシールド、おーっとクアンタまずい。ただエネルギー攻撃が上がってるから攻撃はしないともったいないんだけどな。ライジングガンダム使うか。メテオでちょこちょこ上げていくか。風、あ、そう、弱点なしって書いてあるし。じゃあ火、おっと2回攻撃。やばいな結構。とりあえずこれで倒そう。こいつはライジングガンダムで回復して、ウルトラマンメテオを使って、こいつもちょっとライダー回復に入らないとちょっとまずい。いてー、ビームランチャー強え、やばい。ヒールレーン150しか回復しないからな。メガライフキット、メガライフキットじゃない、自分はヒールがある。とりあえずしのげ、これで。いてーいいね。よし、カウンター、よし、とりあえず一旦持ち直したかな。これでトランザムか。いやー、トランザムを使ってる暇はないな。バスターソード一回使おう。ヒールレイン、いや、こいつは攻撃しよう。ベースバーで、こいつヒールがあるからヒールを使って F91 を回復させましょう。で、あとはエネルギーのドラゴヘルクロー、おっとっと、超強い。いや、でもまだ一目と半分以上あるな。バスターソード、ベースバー、ちょっとカプルを使いましょうか。で、ヒールに、うわー食らった。ちょっとここで本当はヒーローラッシュを使いたかったんだけど、復活キットしかない。これは大丈夫か。うわー、やられたー。もうダブルオーのあれが切れた。復活キット、ウルトラマンも攻撃、いてー、押し切る。ラッシュに
トランザム、ベースバー、ヒーロー技が使えない、死んでるから。いやこれはもう押し切る、ドライブ使おう。一番攻撃力の高い、でも物理だからドラゴヘルクローにしよう。一気に突破するぞ。こんなところにノコノコ来るから抵抗するんじゃない、行っちゃえよ。このまま行くぞ。まだだ。なんと、いつ当たる。これ以上やらせてたまるか。1400、よしよしよし、いけいけ、ティガー、なんとか光線光線の名前がわからない。ビギナギナチップをゲット倒しちゃったよ。 F91 ビギナギナ、どうしてたった一人でこの世界に取り込まれて他にしようがなかったのよ。ねえ私どうしたらいい。僕たちと一緒に行こう。ビギナギナ様、グワッ、ベルカギロス、あなたか、ヒーローども、くご無事ですか。え、ええ、ここは私にお任せください。お前たち、ビギナギナ様を。はっ、さあ、参りましょう。はい。行っちゃったー。待て、そうはいかん。うわぁ、まずいな。おい、引くぞ出たアンク、大丈夫か。 F91、 ここは引くしかない。は、はい。ヒーローが逃げるのか。ふん、追う価値もなしだ。いや、もう何回も逃げてるからね。みんな、無事か。ああ、すまない。まさか、ビギナギナがクロスボーンヴァンガードにいるとは。ビギナギナってのは一体何者なんだ。高校の普通のクラスメートさ。彼女の家がちょっと複雑なだけで。家？ああ、彼女は、父親はあのラフレシアだ。は、そりゃ驚いたな。なるほど、それは辛いところだな。しかし、分かっています。今は宇宙全体の危機だ。市場を持ち出すつもりはない。あ、いや、あまり思い詰めるなと言いたい。もし彼女にその気があれば、我々は迎え入れることだってできる。ありがとう。で、これからどうする。あのベルガギロスというやつ強敵だぞ。うん、このルートを進むのは危険だな。別の隊に合流するか。一度連絡を入れておこう。別の隊に連絡をするとアクセルが応答した。そうか、それ以上進めないか。実はこちらも大変な状況だ。どうした。ウルトラ少年たちが何者かに襲われた。何、子供に手を出すなんて。相手はクロスボーンヴァンガードじゃないのか。まだよくわからない。よし、俺たちもそちらのルートに行く。ああ、頼む。じゃ、これ一旦リターンで帰って中継地点に行った方が早そうですね。中継3と。一応セーブをしておきましょう。ビギナギナ、まあ意外に強かったですね。復活キット何個か使っちゃったけど、まあ大丈夫か。こっちですね。またキュルキュルって切るんだー。
ん、こっちでいいのか。また扉のいっぱいあるところで。キルキル剣最近流行りだな。やばい、 F91 めっちゃ減ってる。うおー、100食らうのか。そしてこいつら結構回避率が高いな。おお、待ってたぞ。メテオか、ウルトラ少年たちは？アクセルとバースが安全な場所へ搬送している。昏睡状態だったが意識は戻った。バースが言うには命に別状はないそうだ。そうか、それはよかった。敵はどんなやつだった？よくわからないんだが、そいつの目的は美しい心を破壊することらしい。美しい心で狙われていたのが純粋な心を持ったウルトラ少年たちだったようだ。クロスボーンヴァンガードとはあまり関係があるようには思えないな。となれば別の組織か単独行動の敵か。いずれにせよ子供が襲われたんだ。今後は一般市民に危害が及ぶだろう。作戦遂行と同時にその敵の捜索も行った方がいいな。そうだな、すまないがそっちは頼んだぞ。俺はバースたちに追いつく。ああ、気をつけてな。よし、我々は先へ進もう。美しい心、なんでしょうね。ウルトラのネタなのか。なんもない。あっちに宝箱が見えましたね。なんと右に行きましょう。さあ、ショータイムだ。よし、先手を取れればだいぶ楽ですね。ノーダメージ。おっとっと、磨かれたルビー。あれ、キュルキュル剣って青いやつと赤いやつがいる。今赤いキュルキュル剣でしたよね。なんか青いやつもいたような気がするんだけど、これどっちだ。行き止まり。青っていうか、こいつ緑のキルキル点。名前が微妙に違うのかね。うわー、三者最悪。ダブル死んだ。マジかよ。おいおいおい、一気に超瀕死になってるし。リザレクション、ヒールヒールと。お、なんかいる。あー、出会ってしまった。誰かいる。レオ・ゾディアツ。待て、こちらには気づいていないようだ。レオ・ゾディアツは誰かと通信していた。その手にはホロスコープスイッチが握られている。ありました。これで残り一つです。はい、必ずや私が見つけ出します。おい、追わないのか。待て、やつはウルトラ少年を襲った敵ではなさそうだ。それに残り一つのホロスコープスイッチはマックステーションにある。今は無理に戦う必要はないだろう。ちょうどその頃、クロスボーンヴァンガードの拠点迎賓館では、ビギナギナ様のお姿が見えないだと。はい、今四方八方を尽くしておりますが、どこにも。あのお方はコスモバビロニアのアイドル。何かあっては困るのだ。早く探し出せ。は、必ず。ビギナギナが脱走したんですかね。あ、こっち側からはいけない。あれ、ここもいけない。こっちか。こっち行くと戻りそう。
奥まで行きますか。あ、青キルキルテンもいる。赤キルキルテン、緑キルキルテンがいるんだ。ジーヌソードビット。なんかスキップが解除されてた。お、結構状態異常にしてくるな。レベルが上がりそう。 F90 とか、いやこっち行けねえし。こうか。いろいろ出てきたな。ライダーが若干もうなんか遅くなってる気がする。素早さについてこれないか。これはどっちだ。いろんな方向があるな。宝箱750円とかいらないし。またいっぱい出てきた。お、ビースト、どうだ？魔力食えたか？あ、お前らか。いやー、ファントムを取り逃しちまったよ。ファントム？どんなやつだ？レギオンって名前だ。どうやらそいつは美しさを求めて無差別に人を襲ってるみたいだ。美しさ？まあ、この俺を美しさは皆無だとか言ってスルーするぐらいだから、かなり歪んだ美的センスの持ち主だがな。待てよ、もしかしてそいつは俺たちが探している敵じゃないか？美しい心を狙ってるってやつだな。ビースト、そのレギオンってファントム、どっちへ逃げた？この道をまっすぐだ。よし、急ごう。おっと、俺も行くぞ。この道をまっすぐね。ここはどっちだ。こっち行きましょう。分かるか。お金、お金はもういらないっすよね。これで攻撃をしていくか。次でダブルオーが上がりますね、多分。でもなんか敵に愛想、ここだ。キャー、姫、あの声はこの先だ、急ごう。ビギナギナっぽい。エキサイティングな、何なのあなた。いい、実にいい。こ、来ないで。お前の美しい心覗かせてもらおう。やめてー。怪人、それ以上手を出すな。 F91、 怪人だと？俺はファントムレギオンだ。俺の快楽を邪魔するな。お前がウルトラ少年を襲ったんだな。だったらなんだ。クワークハーク、おりゃークハー、見つけたぞファントム。よっしゃ、ランチタイムだ。お前はさっきの下品なやつ、俺の視界から消えろ。ファーぬわん、消えるのはあなたの方よ。あーくか、今だー。うほ、右投げな、こっちへ。 F91、 まあいいだろう。
俺の本当の目的は美しい心から生まれたというある指輪を探し出すことだ。指輪？おい、どういうことだ？さらばだ。あ、戦わないの？逃げる気か？う、体が。ああ、また逃げられちまったか。大丈夫？ F91。 いいんだ、君こそ怪我をしているんじゃないか。マックステーションへ行こう。医務室があるから治療もできる。待て、そう簡単に信用していいのか。敵のボスの娘だろ。仕方がなかったで済まされるわけにはいかないな。彼女は行くところがなかったんだ。こんな世界に一人ぼっちじゃ肉親を頼るしかないだろう。成り行きだけでなかったけど、私はもうあの家にはいられないわ。君に関しては何かと複雑なようだな。ですが本当の敵とは何かを見てきたつもりです。私、皆さんのお役に立てればと思います。君はレギオンに狙われていたな。それはつまり美しい心を持っているということだ。少なくともビーストよりはな。ん？あ、じゃあお前相当いいやつだな。俺よりいいやつはそういないぞ。彼女を信じてやろうじゃないか。ふん、まあいい、好きにしろ。ヒーローたちはビギナギナを連れてマックステーションへと戻った。すでにマックステーションには別動隊が戻っており、ビギナギナはバースによる応急処置を受けていた。ビギナギナは大丈夫なのか？大したことはない。額のエンブレムは取れちまったが、あんな余計なもんない方がいいだろう。あ、本当だ、取れてる。はい、すっきりしました。そっちの方が似合ってるよ。早速だが、いろいろ聞きたいこともある。協力してくれるな。ビギナギナははいと答えると、これまでの経緯や敵情を話し始めた。なるほど、ラフレッシアの掲げる理想というのがコスモ貴族主義か。うさんくさいな。汚染された地球を再建する。聞こえはいいですが、特級会見が指導者になり、理想現実のためなら口減らしと称して虐殺も厭わないという恐ろしい思想です。とんでもない奴らだな。しかもそのために欠片の力を利用しようとしています。ラフレッシアはすでに欠片を持っているのか。今はまだデビルガンダムというマシンの中にあると聞いています。その前に一つ聞きたいのだが、マスターガンダムとラフレシアの関係はどうなっているんだ。詳しくは分かりませんが、利害が一致したようで手を組んでいます。噂ではデビルガンダムが完全に覚醒したら、欠片は父に譲渡されるそうです。完全に覚醒したらとは？ヒーローの誰かを生体ユニットとして取り込んだらってことだろう。今のデビルガンダムは生体ユニットの代用としてかけらを使っているんだ。俺はレギオンが探していた指輪も気になるが。指輪？どういった指輪なのかは分かりませんが、倉庫にあったはず。倉庫には資金源としてネバーから略奪した金塊や宝石が保管してあるのです。場所は分かるか？もちろん。行くのか？できればそうしたい。レギオンが探しているのは多分俺の失った力だ。よし、ならばヒーローたちは倉庫を目指せ。別動隊はデビルガンダムの捜索を頼む。わかった。了解。ヒーローたちはビギナギナから倉庫の場所を聞くと、捜索を再開した。うん、ここっすね。というところで、ビギナギナも助けて、まあ指輪を探しに倉庫へ行くというところで、次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。